皆さんこんばんは、 HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。ということで、ようやく皆さん待望の HKT48 15枚目シングル B さんはなぜ亡くなるのかフルバージョン、皆さん聞いていただけたでしょうか。そうですか。イエイエイエイ。サブスクでね、やっと解禁されたということで、ちょうどね、先週の放送で君と思い出の日焼けをしたいっていうワードを言っていたんですけれども、早速正解というか種明かしみたいな感じになっちゃったんですけれども、 B さんの2番のサビですね。2番のサビの T シャツは恋の季節、太陽が照りつけてる間に君と思い出の日焼けをしたい。素敵な歌詞ですね。あれとかも好きなんですよ、私。そばかすのキスとか。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるようにとか。あと、すごいド忘れしちゃった。水のないプールの、色が褪せた肌の日焼けは余計に寂しくなるね。思い出はいつも消えていき、新たな記憶が生まれて重なるよとか、本当秋元先生の日焼け表現めっちゃ好きなんですよ。日焼けでそんな広がるみたいな。日焼けでそんなに話広がるのぐらいすごい日焼けで、話もうすごい妄想が膨らむこのワードがすごい好きなんですけれども、今回はね、そのやっぱ夏フェスがたくさん行われる予定というのもありまして、こうやっぱ去年一昨年とかはなかなかね、夏フェスあってはいたんですけれども、こうまあもう少し我慢だなっていう感じもありつつではあったと思うんですけど、もう今年からはすごい本当にこういうコロナ禍になる前ぐらいの夏の盛り上がり方をするんじゃないかなと思っているので、もう本当にね、B さんのカラフルな衣装柄に肌が焼けるくらいに、なんかそれもね、なんか夏の思い出というか、あ、それぐらいなんかいろんな時間を過ごしたんだなって思えるくらいに、みんなもね、こうなんかいろんなフェスのリストバンドとかを腕につけて、腕がなんか縦線なんかいっぱいなってるよとか、なんかメガネ型に日焼けしちゃったとか、なんかたくさんこう思い出をね、日焼けとともに残せたらいいなと思います。それではタイトルコールに行ってみましょう。地頭ねねのねえねえ聞いてラジオエボリューション、そして皆さんこんばんは、 HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。イエーイ。ということでですね、早速みんなからのお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム浜野赤ちょうちんさんからです。ねねちゃん、野球観戦初めてだったんですね。球場の雰囲気だけでも楽しめるけど、ルールを分かるとより楽しめそうです。ルールを覚えるのは、やっぱ知ってる人と一緒に見に行くのがいいと思います。6期生の川島優奈ちゃんが、キャッチフレーズで野球の日生まれ、スポーツ大好きと言っていましたので、これを口実に話してみるのはいかがでしょうか。あー、そうですね、そう。先日の、どんたく博多で、ホークスをね、応援するために私たちも呼んでいただきまして、若鷹軍団とジョイフルタイムでジョイフルを踊らせていただいたんですけど、あの日以来ね、もう街中で若鷹軍団聞くと踊っちゃうんですよ。もうなんか、覚えてしまったがばかりに手が勝手に動いてしまって、なんか恥ずかしいというよりかはちょっと自分でこう、一人の大人として気をつけてるんですけれども、でもそんななんか、それでね、いろいろと思い出して楽しかったなーっていう、こうもう充実に浸れるぐらいに、あの日はすっごい楽しんでて、で、
野球のルールは全く分かんなかったんですけど、こう歓声とかね、おーっていう歓声とか、あとどこからか聞こえてくる太鼓の音だったりとか、あと一番すごいなって思ったのは、あの選手を紹介する時の画面、なんか大きいビジョンに各々の選手を紹介する、なんですか、動画みたいなのが流れるんですけど、なんかすっごい凝ってて、なんか多分ちょっと古いんですけど、ムッシュキングとか、なんかそういう感じの、なんかめっちゃかっこいい演出をされてて、なんか私たちのコンサートの動画みたいな感じで、なんか選手の方が、なんかバットとかを片手に持ったりとかして、なんか、うしみたいな感じの動画が流れるんですよ。でそれがなんかすごい、野球ってこういう演出もあるんだみたいな思ったら、なんか普通のなん、まあ、普通のなんかライブを見に来た気持ちというか、なんかすごい楽しい、ただスポーツを見るだけじゃない楽しみ方もあるんだなと思って、すごい楽しかったんですけど、やっぱりそのみんなの歓声とか、なんでその歓声が起こってるのかっていうのを分かった方が絶対楽しいじゃないですか。なのでね、次は覚えてから行きたいと思いますって言ったんですけど、6期生に聞く勇気はないって、さすがに6期生には聞けないって。だってもうマリさんとかリコピさんとか教えてくれる人がたくさんいる中で、6期生に聞く勇気はないです。でもなんかちょっとだけ喋ってみたいなっていうのはあるので、まあ、ちょっと多分だけど、舞さんあたりが最初に、多分この子、ゆなかな、ゆなゆなを野球に誘うと思うんですよ。見に行こうって。まあ、そこになんかちょっと便乗して、なんか連れてってもらったら、みたいな、なんか、そしたら、で、なんかそこで教えながら、こう、なんか、教えた子に、一緒に見たいな、みたいなのは、ありますね。はい。6期生で話した子は、正直、いないです、まだ。まだいなくて、ね、まだいないって言っても、まだ2回しか会ってないので、こうタイミング的にもなかなかね、ちょっとお話しする機会がないんですけど、個人的にめっちゃ好きな子がいて、イクノちゃんが、本当に好きなんです、私。なんか、なんていうか、まあ、よくファンの方も言われてるんですけれども、前髪の形と眉毛の形が、入ったばかりの頃にねねに似てるって言われてて。で、わかるんです、その気持ちめっちゃ。もう、眉毛の形と前髪の形でマジで一緒で、あ、私、これ、自分見てるみたいだって思うような、前髪と眉毛の似方してるんですけど、イクノちゃんで一番好きなのは、キャッチフレーズなんですよ。キャッチフレーズを言うイクノちゃんがもう本当に大好きで、定期的にねメンバーの前でモノマネを披露してるんですけど、みんなに会いに体操大好き、ダンス大好き、一生懸命頑張るけんっていうのがもう大好きなんです、私。本当に大好きで、体操大好き、ダンス大好き。本当に可愛くて可愛くて、もうなんか、ね、先輩にね喋りかけられてもなかなかお返事ができなくて、なんかもうずっとねもう困った顔でナツさんとリコピさんを見つめてる、あの顔が本当に忘れられなくて。もう本当に本当に大好きなんですけども、でもね、それがいつかね、もうなんか、今のね、体操大好き、ダンス大好きが、体操大好き、ダンス大好き、一生懸命頑張るけんって、なる日が来るのかって思ったら、もう今からすごく寂しくって、もうずっとね、このままでいてくれないかなと、思ったりするんですけども、すごいね、そういう、すごい緊張しいの可愛い小学生だと思ってたら、バッチバチにアクロバット決めてて、しかもローファーでバッテンってできるのみたいな感じで、
バッチバチにアクロバットを決めておられまして、もうなんか、なんていうんですかね。で、そんな簡単に、イクノちゃんとか言っちゃダメだなって思いました。イクノさんじゃんみたいな。なんかもうすごい、あ、ギャップってなりましたね。ほんとそのギャップも含めて、もう、本当に大好きなんで、なんか陰ながらちょっと見守りたいなって勝手に思ってます。はい。では、次、ラジオネーム、ベガッピさんからです。ねねちゃん、こんばんは。こんばんは。先日、サトフルの河原町オンライントリップに参加させていただき、ロケハンの時の思い出も募り、幸せな時間を過ごせました。ロケハンの時の思い出も蘇り、幸せな時間を過ごせました。改めてありがとう。これで大好き大使としてのイベントは一区切りですが、まだ何かしらの形で河原町に関わるイベントがあるといいですね。今回巡った場所以外にもたくさん魅力的なところがあると思いますが、河原町で行ってみたい場所ややってみたいことなどありますか？ありがとうございます。私、河原町にロケハンとその最初の番組の撮影でしかまだ行ってないので、正直ほんと知らないことばかりではあるんですけれども、なんならファンの方の方がいろいろ言って知ってるんじゃないかなっていう思うくらいに、ちょっと何か詳しくはまだ慣れていないんですけれども、一番行ってるのが和木江の里、道の駅なんですけれども、もうそこがね、もういつもたくさん人がいるんですよ。もう地元の方からちょっと遠くからドライブしに来たよって方とかも、なんかあと車のナンバーとかもたくさんあって、本当にいろんなところからたくさん人が集まってて、なんかそこだけでもこう河原町の魅力を感じるというか、こう周りからも魅力的だって思ってもらえてる町なんだなっていうのをすごく感じるんですけれども、やっぱ和木江の里でなんか河原町とコラボした何かを販売できたりしたらいいなって思いました。なんか河原だけ T シャツとか売ってあるんですけど、なんかそういうのとか、なんか河原町と私でコラボしたやつ、河原町とコラボしたなんかグッズなのか、まあ河原町の名産のものをとコラボしてなんか商品作ってみたりとかしてみたいなってすごい思いました。なんかやっぱ自然が多いので。食べ物とかお野菜とかもすごい充実してて、なんかそういう道の駅とか河原町の人と触れ合えるところで何かできたらいいなって思いました。こんな感じですかね。それでは本日もよろしくお願いします。48トットートチャンネルをキーステーションに配信中、自動 NN のねえねえ聞いてよラジオエボリューション。HKT48 の下野由紀です。下野由紀のナイトトーキングルーティーン、自分らしく楽しく話しています。毎週土曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。あまり構えずに軽い気持ちで聞きに来てください。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48 ドットドチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。ポゼストガールアワード。このコーナーでは毎回私からお題を出させていただきます。皆さんはそのお題のものになりきってセリフを送ってきてください。ポゼストイコール憑依、映画や舞台を経験した私が今後も様々な役になりきれるように皆さんから送っていただいた内容をなりきってセリフを言わせていただきます。
今回のお題は掘り起こされる前日のタイムカプセルの一言になります。それでは読んでいきましょう。ラジオネーム手巻き寿司さんからです。掘り起こされる前日のタイムカプセルの一言。クラスのみんな老けたろうな。あーまあそうですよね。もうお前もクラスメイトだみたいな感じですよね。もうなんというか人間側からしてもなんかやっぱ青春時代を共に過ごした者たちを入れてるわけじゃないですか、タイムカプセルに。そうですよね。しかもやっぱクラスの中でそのタイムカプセル掘り起こすまで会わないやつとか結構いるじゃないですか。まあタイムカプセルもね同じ気持ちで今日というタイムカプセルを掘り起こす日を楽しみにしてくれてるんだなって思うとちょっとほっこりしますね。なんかもう少しでも早く掘り起こしてあげたくなりますね。では続いてラジオネームあずあずさんからです。掘り起こされる前日のタイムカプセルの一言。別に早く掘り起こしてほしいなんて思ってないんだから ね、 もうねみんなねツンデレ好きすぎ。なんでタイムカプセルにまでツンデレ求めてるの。タイムカプセルそんななんかどちらかというともう何年も何年も真っ暗な暗闇の中にいて一日でも早く掘り起こしてほしいよ絶対。でなんかそんな口の中でさ一人でさなんか早く掘り起こしてほしいなんて思ってないんだからねなんて、もうそんなもうみんなツンデレ好きすぎ。タイムカプセルまでツンデレに素直素直に素直にっていうか、まあでもそっか、そんなタイムカプセルもいるかもしれないですもんね。じゃあ多様性の時代ですしそんな感じの子もいるかもしれない。そうだそうだ、うん。続いてラジオネーム水分補給さんからです。掘り起こされる前日のタイムカプセルの一言。カヌレ？マリトッツォ？トゥンカロ？何それ、え、流行ってるのってナタデココじゃないの。あーそっか、タイムカプセルはそうだよね、やっぱ置いてかれちゃうっていうか、もう情報が入ってこないんだよね。その埋められるまではいろんなテレビの声だったり子供たちの声だったりいろいろと情報が入ってくるけど、今カヌレとかマリトッツォとかトゥンカロンとか、あのそうですね、いやナタデココは全然あるんですけれども、そうですね、私たちの時ってもうナタデココじゃなかったんじゃないか。何が入ってたんだろう食べ物で、あの時そう、あの時フルーツ大福とか流行ってた気がするな私が。でもそうだよね、だから今のあの今掘り起こされたタイムカプセルがたまごっちとか見たらもう実心するんじゃないですか。え、たまごっち色ついてんのみたいな、てかなんか分厚くない、キラキラじゃないみたいな感じで、多分たまごっち見たらみんな驚愕するんじゃないかな。あとなんだろうな、え、逆にファンの皆さんの世代って何なんだろう。私からしたらたまごっちとかがすごい時代を感じるものっていうか、なんかグレーのなんかもう四角いドット絵みたいな感じの画面に黒でギリ妖精というかキャラクターに見えるものが映し出されているっていうイメージのたまごっちが、今のたまごっちってもうアニメーションみたいな感じで、なんかあの色もついてるし画面もでかいし、たまごっち自体もすごいキラキラゴテゴテになってるんですけど、何なんだろうな、ファンの皆さんの世代で何なんだろう、何が懐かしいっていう基準なんだろう。懐かしいっていうか時代の変化を感じるわっていうおもちゃとかって何なんだろう、ちょっと全然思い浮かばないんですけど、なんかあります？クロスさんがこれ買ったなみたいな。
あ、トゥンカロン？トゥンカロンはスコッチョマカロンなんですよ。マカロンはわかるじゃないですか。あの、はい。で、マカロンの中に、例えば、なんか、オレオとかが入ったり、イチゴとかが入ってたり、マカロンより大きくて、すごい、あの、デコレーションがすごいされてて、具が多いって言ったらなんかちょっと可愛くないんですけど、すごい、太っちょ。でっかいマカロン。マカロンのサンドイッチはちょっとわかんないんですけど、え、でもまあまあ、そう、なんていうんですかね、なんか、でっかいマカロンで、なんか、でっかくなったからシンプルじゃちょっと、物足りなくなるじゃないですか、ただでかくなっただけじゃ。で、そこに、まあ、例えば、いちご味のマカロンだったら、もうその、マカロンとクリームの間にいちごが丸々入ってたりだとか、チーズ味だったりとかしたら、チーズ、クリームチーズというか、チーズベースの、まあ、クリームが入ってて、そこの上になんかチーズ味の、ビスケットが乗ってるとか、なんかすごい見た目がすごい可愛い感じですかね。可愛いケーキ寄りのマカロンです、すごく。今流行ってるっていうか、でも去年とか一昨年ですかね、トゥンカロンも。今も流行ってはいるんですけど、あれも多分去年一昨年ぐらいですかね。そうですよね。ポケベルとか。あ、黒木さんまだ若いか、それより。ジェイフォンって何ですか？ソフトバンク。ソフトバンクの前がボーダフォンで、ボーダフォンの前がジェイフォンだった。ジェイフォンが初めてカメラ携帯を出した時が、もう黒木さんは、携帯で写真が撮れるのって思ったけど、今はもう夜の星まで映るカメラを携帯で持ち歩けてるっていう。持ち歩いてるっていうのがやっぱ時代の変化というかね。あ、もうそんな技術が発達したんだって感じますよね、でも。サブスク。はい。そうですよね。着メロとか CD を買うとか、カセットとかっていう、あれですね。違う録音とか。確かに。サブスクってすごいですよね。マジですごい。だって今、自転車借りれるんですからね。はい、今日借りてました。チャリチャリ最高。だって傘も借りれるし、充電器も借りれるし、まあ、それを一番感じてるのがタイムカプセルっていう。い、最後、ラジオネームけんぴさんからです。掘り起こされる前日のタイムカプセルの一言。よし、明日の注意事項でも確認するか。1、密集を避けるため、代表者一人のみ回収に来ます。2、掘り起こされても喜びの歓声はお控えください。3、全員に除菌処理が施されています。4、各家に置き配指定で届けられます。よくわからないこと書いてあるな。世の中どうなったんだよ。あー、これもそうですね。やっぱもう知らないから、タイムカプセルずっと埋められちゃってるから。でもそうだね、集まって掘り起こすってこともできないのか。だって私、のタイムカプセルも、私がちょうど成人した年がもうコロナ始まった年だったんで、結局まだ埋められてるのか、誰かが掘り起こしてくれたのかわかんないんですけど、そのままになってるので。でも今どんな気持ちなんだろうな。私のタイムカプセルはだってそういう注意事項も教えられて、もしかしたら、ん、僕って掘り起こされる予定だったけど、もう2年経ってたよ、みんなどうしたの、僕のこと忘れちゃったのってなってるかもしれないじゃないですか。一刻も早く掘り起こしに行ってあげたいけれど、誰か私の同級生掘り起こしてあげてください、かわいそうだから。いや、でもこれこそ
時代の変化感じますよね。こういうお便りが来るっていうか、こういう考えが浮かぶっていうのが、もうなんか時代の変化というか状況の変化すごい感じましたね。なんかふと思いついたお題だったんですけど、なんかすごい考えられる回考えさせられる回になって、なんかやっぱ教育的にもねえねえ聞いてるラジオいいんじゃないかなって思いますね思いますねっていうかそんな感じですかね。では今週がね、もう2週目ということで、新しいお題を、そうですね、どうしようかな、どうしようかな。まだ B さんは取っておきたいな、もうちょっと先まで。あ、じゃあエアコン、つけっぱなしのまま家主が出て行ってしまった時のエアコンの一言にします。では来週からの、来週から2週続けて、来週からのポゼストガールアワードのお題は、つけっぱなしのまま家主が出て行ってしまった時のエアコンの一言です。皆さんぜひお便りお待ちしています。ありがとうございました。以上、ポゼストガールアワードでした。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ジオ、私が一人で喋ってます。ここでは私の素を出しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。HKT48 の馬場沙耶香です。宮崎園です。ハガーズのお部屋、2人でワイワイ楽しく話してます。毎週水曜日22時に HKT48 ホットホットチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の日着はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットアップチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れた。今日もっとそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。地頭 NN のねえねえ聞いてよラジオエボリューション。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。そうですね、今日はというか、ポゼストガールアワードがいつまで経っても難しいいつまで経ってもこれでいいのかなって思っちゃってるままやってしまってるのが、まあ、個人的な反省点というか、私まずなんですけどこのちゃんとみんなに配信されているこの動画というか、このラジオで今日の反省をしっかり放送内でやるっていうのがまずダメなんだろうけどダメなんだろうけど、ちょっとなんかちょっと心が折れそうになってしまうので、もうここでみんなに慰めてほしいって意味でも言っちゃうんですけどちょっとね、もうちょっとなんかちゃんと自分はもうちょっとちゃんとできるんじゃないかなって自分のポテンシャルを信じて、来週はね、来週からは、家主がつけっぱなしのまま家主が出て行ってしまったエアコンの一言になりましたので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、今週末は宗像フェス、そして来週はですね、あ、来週ももう金曜日じゃん。来週の金曜日はツアーの大阪ということで、夏が始まってきたなーっていうのもあるし、ツアーがもうすぐ終わってしまうのかーっていう寂しさもある中なんですけれども、でも本当にすごいみんなの前でパフォーマンスをするというか、歌って踊ってっていうのが本当にずっと続くというか、そういう機会がたくさんあるので、
これからが楽しみだなとすごく思いました。そして早くね6期生と一緒にこうやっぱ選抜とかとなると選抜と踊る機会がたくさんあるわけですし、 K4 の公演のメンバーとばかり公演とかダンス歌って踊ってっていう機会が増えるので、やっぱり新しい子たちからたくさん早く刺激をもらえるような日々が始まったらいいなと思います。番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグメラジでつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。バイバーイ。